はい、ロモリです。ということで、皆さんお久しぶりです。YouTube だいたい1ヶ月ぐらい、1ヶ月半かな、更新しなくて、その間全く動画もね、撮ってなくて、そろそろやっぱちょっと頑張らないとな、ということで、これからまた少しずつ、更新していくので、皆さんどうかね、見てください。で、今日は動画撮るのお久しぶりなので、ちょっとリハビリ的な感じでね、サクッと、動画撮ろうかなと思うんですけど、1週間前ぐらいに北広島の、アウトレット行ってきたんですけど、そしたらナイキでね、めちゃくちゃいいの見つけて、ちょっと思わず、衝動買いしちゃったので、こちらをね、今回は、紹介したいなと思います。で、今回購入したのがこちらのナイキのね、こちらベストを購入しました。で、こちらの名前が、ナイキのテックパックダウンベストっていうね、名前になるんですけど、こんな形のベストね、ナイキから出てるの知らなくて、ちょっと簡単に調べてみたんですけど、そしたら名前にもある通り、テックパックコレクションっていうね、コレクションから出てるベストで、テックって聞いたら、5、6年前ぐらいにね、パンツがめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。なんかテック推奨委員会みたいな、なんかタグがあるぐらいね、めちゃくちゃなんかテックパンツ、流行してて、多分そのテックパンツとかとね、同じコレクションの、ベストかなと思います。で、見ての通り、見た目がね、すごい特殊なデザインですよね。で、個人的にこのベストで一番いいなと思ったのが、やっぱりこの真ん中にでかいポケットがついてるのが、めっちゃいいなと思って。やっぱり普段できるだけ、リュックとかね、ショルダーバッグとか、あまり持ちたくないタイプなので、このポケットにね、財布とか、一通り入れたいものは、入るし、スニーカー並びとかね、行く時でも、ここにいろいろ入るんで、結構ね、このポケットは便利かなと思います。ちょっと見た目としてはね、なんか防弾ジョッキとか、なんか機動隊が着てそうな、デザインではあるんですけど、意外とね、着てみると全然そんなことなくて、普通にね、かっこいいです。男だったらね、こういうデザイン結構好きな人多いんじゃないですかね。で、ちなみになんですけど、この前についてるでかいポケット、取り外しがね、可能になってます。ボタン式になってるので、こうやってボタンを取るとね、ポケットが取れます。ただボタンを取るとね、また全然印象が違って、やっぱりポケットがついてるからね、かっこいいと思うので、個人的にはね、外さないで使うかなと思います。で、この取ったポケットが、実はね、ショルダーバッグにもできるので、一応ツーベイ仕様とね、なってます。ボタンを開けると、中にね、紐がこうやって隠してるので、普通にショルダーとしてね、使えます。はい、こんな感じで、ショルダーバッグとしても、使えるんですけど、ただこの横の紐がね、長さが調節できないので、ちょっとね、使いづらいかなとは思います。で、後ろのデザインはこんな感じなんですけど、後ろにもね、下の方にボタンがついてるので、ここにもね、ポケットつけることができます。後ろにポケットつけるとね、はい、こんな感じです。使い勝手めちゃくちゃ悪いけど、後ろにつけたらつけたでね、これもかっこいいかなとは思います。で、あとポケットの下の方に小さくね、ナイキのロゴが入ってます。で、あとね、この表のポケットをつける下にもね、ポケットがついていて、パーカーにね、ついてるポケットみたいな、左右から入れることができるので、このポケットはね、結構便利です。で、今回購入したこのベストが、ダウンベストと、なってるので、中見るとね、わかるんですけど、中綿もね、しっかり入ってます。で、この中綿見た感じ、おそらくね、これリサイクルしたものを使ってそうな気がしますね。わかんないですけど。で、実際に着てみると、はい、こんな感じになります。やっぱり形がね、結構特殊な、形になってるので、今着るんだったら、中にスウェットだったりとか、あとはね、フリース生地の、ものとか着てもね、かっこいいんじゃないかなと思います。で、今回ね、このベスト、XL サイズ、購入したんですけど、意外とね、着丈が短めになってるので、こんな感じで長めのね、スウェット着て、俺はこういう感じで、レイヤードしてね、着てます。本当はね、ベストの中にこういうパーカーとかも着たいんですけど、このベストの形的にね、多分パーカー着れないんで、普通のベストと比べると、ちょっとね、使い勝手は悪いかなと思います。で、あとね、もう少し外が気温ね、暖かかったら、こういうなんか白 T 着てもね、かっこいいかなと思います。で、結構ね、このベスト、思ってた以上にね、めちゃくちゃ暖かくて、中に中綿入ってるっていうのと、あと首元までね、しっかりしてるので、意外とね、保温性が結構あります。この中のインナーをね、何着るかによると思います。もう少しこのスウェットだったら、肉厚のスウェット着たりとか、あとフリース生地のものとか着ればね、真冬はちょっと厳しいと思うんですけど、冬、12月いっぱいぐらいはね、普通に着れるかなと思います。で、このベストの、値段なんですけど、元々の定価が、2万4000円となっていて、で、アウトレットの価格が、1万5000円となってます。
まあ、もともとね、結構高いんですけど、まあ、だいたい9000円ぐらい安くなっていて、で、さらに俺が行った時は、メンバーだと、プラスで 10% 引きになってたので、まあ、13,500円ぐらいで購入できるかなと思います。まあ、ちょっとね、こういう変わった形のものが好きな方はね、ぜひちょっとアウトレットにね、あると思うので、まあ、気になる方は行ってみてください。で、ちなみにこれなんか、昔にも発売してたみたいで、まあ、2年前ぐらいかな。だと、ここの襟がね、ボアになってて、このカバンというかポケットも若干デザインが違ったと思います。はい、ということで、まあ、1ヶ月半ぶりぐらいに、動画撮ったんですけど、まあ、今後はね、ちょっともうちょっとサボらずに、動画更新できるようにね、まあ、ちょっとなるべく、頑張りたいなと思います。まあ、次多分、スニーカーちょっとまとめて紹介するか、まあ、アウターか、まあ、ちょっとね、いろいろ動画にしたいもの、あるので、ちょっとね、楽しみにしておいてください。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。